どうしよう、本当にクリアが見えてきた感じがしてしまって切ない。ちなみにオリジナル版だと3時間半ぐらいで新ラビル来ちゃうんですよね。ああすごいよ、10倍以上の広がり。エアリスの居場所、見当はついてるの？それがね、おそらく科学部門の研究施設だ。あ、ってことはどこにあんだよ。ってことはじゃないですか、多分上の方。そうだね、60何階とかだよね。50何階とか。西部警察そうでした、そうでした。確認しようか、受付でわかるかな。ティファあざといって言われたな。でももっとなんか綺麗な建物思ってたあざとさではなくって、思ったよりあっさりしてるよね、ティファね。粉々にして明日以降でエアリスも想像超えてきてくれたけど、ティファはもっとなんかね。あ、これすごい、めっちゃ綺麗。記念写真撮ろうか、クラウド。めっちゃ綺麗。シンラ。わあ、なんかおのぼりさんみたいな。封鎖されてる。触れない方がいいよね。バチってなるの。生意気な。とにかく上へ向かおう。上。分かったよ、桜井さん。わあ。なんかオリジナル版だとこの1階の奥のなんかを調べておかないと、エレベーターと非常階段取り逃さないようにみたいな。研究施設はすんげえ上にあるだろ。覚えてる。うわー、綺麗、すげえ、プレステって感じするね、すげえ。写真、記念写真スポット、映えスポットだらけなんだけど。いやー、本当に新ラビル来たって感じするね。え、本当六本木ヒルズに似てる。カフェテリアあるスタバ的な。ああ、そんな椅子、誰かが片付けなきゃいけないの、クラウドさん。クラウド、椅子を、そんな、こんなちょっと自粛モードで誰もいないけども、明日の朝警備員さんがガーンってなるよ。あえてまき散らすスタイル。うわー、観葉植物までリアル。キーはカードキーみたいなのに入れないだよね。だよね、セキュリティー。そうだよね、そうだよね、それそうですわ。鍵がねえと上がれねえってわけか。宝箱見逃してる。宝箱警察がすごい。ありがとう。カードキーならどこかで見たな。受付か。受付に。だが、あんなどうする。無防備に鍵を閉めてあるんだ。上から行けないかな。すごい発想がテロリスト的。あの照明を伝っていけば届くかも。だがその前に宝箱や。武器の宝箱、それはやばい。私がやってみる。ティファ、この中なら私が一番身軽でしょ。いや、父が一番でかい。父が重たい。こんな大きいメロンパン2つもぶら下げていけるのか。先に宝箱取りに行きたいんだけど、ダメかな。1階に宝箱。展開を無視して戻る。どこかな、どこかな。あったあったあった、これか。モーグリメダル。あ、これじゃない、これじゃないか。今のモーグリメダルはとりあえず取ったけど、進んじゃって OK かな。進む。じゃあ、ここ行くの。気をつけろよ。任せて。気をつけろよ。うえ、ペルソナの冒頭みたい。ペルソナ5のジョーカーが渡りゆくところ。うわ、こわ。
まあ落ちても大丈夫さ。かかと落としで鍛えてるから強い子。あっ、いる、うわ、いった、尻、尻が大丈夫か、お腹ヒュンってなった今。あ、これなんか結構今自動で言ってくれてる風に感じちゃってたんだけど、自分でやってたのか。めっちゃ痛かった今、尻、尻、尻大丈夫、尻折ると相当痛いよ。前コンサートでジョジョ立ちして尻の骨を折ってしまった時に、メゾネットに住んでたから階段登らないとお風呂入れなくてすごい大変だった。ここから武器を取りに行くの、どこだ。待って、ゴミ箱のリアルさにも感動してる。ペットボトル入れて燃える燃えない。あ、あったあったあった。2000キル、ありがてえ。これは車に乗れる車が、あーあったあったあった。おん、車から、トラック？これじゃないってこと。おお。お？はい？志村後ろって言われ、これか？お前か。あ、あ、こうじゃん？ポーン！おお。任せとけ、懸垂頑張ったもんね。おお。ん？でこれにまた父を揺さぶり運転するのかな。とんでもないな、これ。とんでもなく、とんでもないですね。みんなスクショタイムですよ、皆さんスクショタイムですよ。とんでもなく、とんでもないですね。スーパーシリシリタイム、シリ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 ナンバーワン、イエーイ、シリ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 ピザタイム。みんな1万3000の変態たちよ、ティファの尻を見ながら何を食べる。いや、このドミノピザのアメリカのやつ美味しいな。ティファの尻をガン見しながら何を食べる、たまらんぞ。正面もいいな。おとなしく、おとなしくピザのおかずになってくれている。すいませんね、土曜の夕方からピザ、ピザ、あの、ティファさん、ピザさんって言っちゃった。腹筋なんだよな、腹筋のあのうっすらの縦筋のところのへこみのところで。カルピスゼリー作りたいっすね。うん、これ何の、何のピザだったんだろう、なんでこんな大きかったんだろう。宝箱、あ、これですか、ティファの武器、これだこれだこれだ、最強武器かな。おお、しかも聖剣好き覚えられる。
爆裂拳に聖剣好きってめちゃめちゃアリーナっぽい。おお、なんかほんと後半のアリーナって感じ。会心が増えて。爆裂拳に聖剣好きってもう舞踏家やん、ジョブ。え、ハッサン、聖剣好きでハッサンって言われてる。女ハッサン、全然それだとセクシー感ないな。中身が、私の中身がおっさんすぎる。否定はしない。いやでもそれはだってティファがこんなにねえいいシリシリしてるからですよね。グランドグラブ、よっしゃ、めっちゃ嬉しい。あ、これはあれを取りに来たのね。それであれを取りに来た、アンド私に尻を見られ、父を見られ、ピザを食われたってことね。オッケー。で上に登ると、ドラクエ FF ヒーローズみたいの出ないかな。ディシディア、ファイナルファンタジー&ドラゴンクエストみたいの出ないかな。そしたらティファとアリーナ仲良くなりそう。腕力勝負やってみるしかない。腕力勝負、いやいや、マスタークラスの懸垂をゲットしたんだから全然いけるでしょ。このシーン何ね、あらゆるティファの、ああ前に進むとモモがですね、これ録画じゃね、もはや。あ、録画は2回押しだ。こうだ。これでお腹が空いた時とか、夜中冷蔵庫に何にも食べ物ない時、これで味がしてくるであろう。ティファシリ、ティファシリ、シリシリ、あ、来た。全部込み込みで、込み込みですよ。でも無料ですよ、今無料で楽しめてる。サイの高だな、シンラビル。ティファの尻を見るのに特化したデザイン建築だな。ティファ尻建築だな。何のゲームだっけこれ。ビレと腹筋と太もも、うわー、こんな幼なじみいたらどうします、どうします。たまらんち、たまらんち、たまらんち会長ですね。おいおいおい、いいっすね。白米お茶碗一杯分ぐらいこれで食べられる時間認定してもらってますな。あざます。おっす、おっす、着陸ということで、オッケー、録画成功。いいゲームだわ、とんでもなくいいゲームだわ。続く続く、しりしりゾーン、しり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 、しりしり、ぱいぱい、よいこらせ。照明が当たって、また照明が当たって、開発するのも楽しかったんじゃないかな、このゲーム。見えてますよ、ティファさん、見えてますよ。見えてますよ。これ、
無料で回していいんですよ、このアナログスティックは。いやーね、ちょっとこれはこれは神のアングルでしたわ。それで、進まないんだけど、あーうわー、あしゃしゃー、ほしゃー、ほしー。で尻ばかり見てると方向が分からなくなる。頑張ろう。我々の視線に耐えることを頑張るのか。もうちょっとかな、あそこまで行けば。いや、もうちょっとかなと言うとるけど、それはどうかな、それはどうかな。うぅ、いやー、これはいい、いい尻ですわ、いい尻してまんな。シリシリアクションゲームだよね。シリシリアクション撮影アングルだよね。あ、シリシリって言ってたら、ヘイシリって発動しちゃったよ、シリが。ヘイシリじゃないよ、シリ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 だよ、シリのことを言ってたんだよ。ヘイシリだと思われた。違う、だから違うって。シリが働いてる。これはいけへんね、いけへんね。太もも見すぎてて、ちょっと3時間ぐらいはこのまま入れてしまいそうで危険なんですけど。召喚獣ピザを食べてカロリー取っただろうし、ここちょっと渡ってもらっていいですか。右側、ワイはピザを食べる。なんかいけなくなっちゃった。シリが反応するって、シリってどんだけ言ったんだわ。太いとこが通れないみたい。だから、あー、あっちだ、右のこっち、こっちになんか矢印。一回そっちだったかな。あそこに目指してたところが方向が違ってたんだわ。こっちだわ。で、太いところを通り抜けたから、またそこで、おお、くびれがすごいね。くびれをこうして乳ばん、パン。たどり着いた。あざし。仕上げのジャンプ見ててね。すごいね、これ筋肉痛とんでもないんでは。いや、こっから落ちたらちょっといくらティファでも尻が痛い痛いになってしまう。今日尻って何回言った？はい。
今はっ、うわ、おお、運動神経やったじゃん、花丸すげえ。あ、これでセキュリティを解除できるかも。しりしりアクションゲーだった。えFF の8割はティファを眺めるゲーだよね。本当にね。何もしてないけど。何もしてないけど。まあ、いいじゃねえか。ティファ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった。北条博士の研究施設。65階だね。か。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど。大変だ。ここから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。カラムがまた大変だよね。ひとまず59階だな。オッケー。これまた連戦の予感なんだよね。セーブしとこう。こっからエレベーター乗るのってオリジナルでは連戦だったんですよね。これ結構きついやつ。そんな密室で敵に襲われたら結構やばい。今日の私は死ぬやつ。階段でも行けるやつ。階段の方が面白いの？じゃあ階段で行こうかな。